リニアモーター。リニアモーターとは軸のない電気モーター、電動機のこと。一般的なモーターが回転運動をするのに対し、リニアモーターは基本的に直線運動をする。応用例として、次期浮上式リニアモーターカーが知られるため、浮上技術のことと誤解されやすいが、あくまでも駆動装置である。浮上の有無とは関係なく、また浮上するための装置でもない。 リニアとはモーターが発する運動の方向に由来しており、よく知られた回転式のモーターとは異なり、このモーターは直線的な方向に動力を発する。ここで言う、直線とは端のない環状ではないというような意味合いであり、ガイドに沿って曲げることもできる。例えば、線形に並べて普通のモーターより圧倒的な薄さで円高運動を行せることもでき、 ハードディスクのヘッドなどはこの形で使用している。これは水平方向、ステータロータに垂直方向の例だが、垂直方向、ステータロータ方向に曲げることもできる。原理的には、一周して、円関係にして、回転運動をさせることもできる。したがって、回転モーターとの本質的な違いは、回転運動か、直線運動かではなく、機械的な軸があり、 トルクを利用するかどうかであると言える。動作原理により、リニア誘導モーター、レム、リニア同期モーター、LSM、リニア直流モーター、LDM、リニアステッピングモーターがある。ローレンツ力を用いた、電磁式リニアモーターだけでなく、超音波モーターと同じ作動原理である、ピエゾ効果を応用した、圧電素子で駆動する、リニアモーターも存在する。 同期電動機と同様の原理で作動する。他のリニアモーターよりも効率が高い。二次側も0時する必要がある。N 極と S 極を切り替えるタイミングを車上の磁石の極と同期させる必要がある。誘導電動機と同様の原理で作動する。アクチュエータ等に使用される。LDM はその構造からコイル稼働型と磁石可動型に細分される。 また、整粒子の有無により、整粒子式と無整粒子式に分類される。整粒子式は軌道に交互に極と筆極が配置されており、整粒子がその上を通過すると、車上の境地の N 極と S 極が切り替わる。一方、ブラシレスモーターに相当する、無整粒子式リニア直流モーターは、リニア同期モーターとほぼ同一の構造である。リニア直流モーターは、軌道、車上ともに、 境地を必要とする。リニア直流モーターの一種で、境地を切り替えるためにサイリスタを使用する。二次側が永久磁石ではない場合には例示する必要がある。効率は比較的高い。一部の光学機器等の精密機器等に使用される。従来、ズームレンズのオートフォーカスでは共同に形成された円筒カムによってレンズを複雑に前後させることによって拡大。 縮小、焦点を合わせていたが、各レンズをリニアステッピングモーターによって独立して、前後に移動させることにより従来の機構が不要になった。このモーターは現在アクチュエータ等の用途に向けて、開発が進められている。リニアステッピングモーターと類似の構造で、境地に軌ル類磁石を必要としない、高精度の位置決めが可能である。また、アクチュエータ以外の用途として、 ベネズエラのでリニアリラクタンスモーターを推進に使用するが開発中である。これもリニアモーターの一種で特定の周波数の振動を印加することによってアクチュエータがその共振周波数に応じた位置に移動する。印加する周波数を変えると位置も変わる。静電気によって作動する。 従来のローレンツ力による電磁式のリニアモーターよりも効率が低く高電圧を必要とするため大半は実験的な段階に止まる。静電リニアアクチュエーターとしても開発中である。ピエゾ素子によって駆動されるリニアモーター。効率は低いが高精度の制御が可能である。精密機械等に使用される。堺時、電磁石が車両にあるリニアモーター。 車両に電力を供給する必要があるが、リニア誘導モーターの場合には軌道にコイルを配置する必要がないので建設費を地上一時式よりも廉価に抑えられる。一台の磁石で浮上と案内、推進を兼ねる場合もある。0時時に車体付近に磁性体があると吸い寄せられ、事故につながる可能性がある。地上、軌道上に並べられた境地。 電磁石によって推進する。車上の境地、磁石が永久磁石や超電動磁石の場合には、車体に電力を給電しなくても、吸引式磁気浮上の場合は浮上。案内用の電磁石に電力を供給する必要があるが推進できる。高速化に適している反面、軌道にコイルを配置しなければならないので、建設費は高くなる。推進用の境地が、 軌道上にあるので、車体を軽量化できる。加速と減速にリニアモーターが使用されている、ジェットコースターなどで使用されるのは、大半がこの形式である。0時時に、軌道付近に自生体があると吸い寄せられ、事故につながる、可能性がある。基本的な原理は、回転型のモーターと同一で、誘導型では、次回中に置かれた胴体に電流を流した時に、 生じるローレンツ力を利用しており、同期型では、磁極同士の吸引、反発力を利用している。最も,も原始的な構造は、回転型のモーターを直線に切り開いた形を想像すると理解しやすい。回転次回を起こす代わりに直進させる次回変化を起こしている。同期型のリニアモーターの原理を簡略的に表すと、以下のようなものである。 リニアモーターカーでの応用例では以下のようなイメージになる。車体本体図例では個々の中段の SNS の時局は変わらず、推進コイル、ガイドレール側の時局を次々と変えていく。この変化させる時間間隔によって速度も調節できる。リニアモーターカーに使われていることでよく知られている。他にも工作機械、宇宙船、加速器、サスペンション、 自動車用電動カーテン、髭剃り機など、応用範囲は幅広い。カメラのオートフォーカス、リニアステッピングモーターにも使用される。飛行機のカタパルトの実験が行われたこともある。近年は、半導体製造技術の進歩により、MEMS で、アクチュエータとしてのリニアモーターの開発も進みつつある。レールガンが、リニアモーターの原理を応用していると誤解される、場合があるが、これは、 電流が磁界から受けるローレンツ力を用いた全く別の原理に基づくものである。リニアモーターと原理的に近いのはコイルガンである。コイルガンとは別にリニアモーターそのものを用いて物体を発射する兵器はリニアガン、リニアモーターガンと呼ばれることが多い。兵器でなければ主に宇宙技術が多いマスドライバーと呼ばれることもある。以下の鉄道路線。 装置でこの方式を採用している。交通機関用は主にリニア同期モーター、LSM とリニア誘導モーター、リムの2種類であり、山梨で実験中の超電導リニアやドイツのトランスラピットは地上一時式、LSM である。ミニ地下鉄やリニアモーターカーには車上一時式、リムが使用されているので地上側にコイルを配置する。必要がないので建設費が安くなる。 地上一時式の LSM は、車両側の推進用の終電装置が不要である。ただし、車内で使うサービス電源が必要な場合は、終電装置、もしくは自家発電装置が必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。